よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日は、はい、今日は、密着今日は、一日取材させてもらうことになりました。はい。よろしくお願いします。あ、お願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。横の方は、あ、これマネージャーです。あ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。え、今日はどういったお仕事ですか。先生、今日はどういったお仕事ですか。今日はね、ミルダムっていう生放送に僕らが出演して1時間半笑いを取り続けるっていう簡単な仕事ですね。はい。まあそのまずはご飯をたしらえて元気を出すために今ね、いつも来ている、焼肉屋さんに来てます。え、ここなんていうところですか。ここは牛ゴロゴロですかね。はい。とりあえずもう僕ら700円ってもう食べちゃったんで、はい、もう会計しちゃっていいですか。あ、どうぞお願いします。これで店員さん来ると思うんで、はい、もうマネージャーと会計やっといてよ。はい、いつものやつで。わかりました。いつもはこんな感じで、あの食事をして仕事に向かわれるんですか。そうですね、まあ、あの仕事するのは絶対食事を入れてから、やる気を出すためにもね、はい、気合を入れてますね。生配信ということで、はい、東京に仕事を来るのはそのどれぐらいの頻度で来てるんですか。その多い時はもうガッと来るからね。あ、なるほど。2週間に1回、3週間に1回の時もペースもあるしね。あ、じゃあ今日はそのいつぶりですか、東京の方。東京久しぶりだね。はい、結構久しぶりだね。そうです、久しぶりで。久しぶりに東京来たからちょっとね、気合い入れちゃってジャケットなんか着ちゃって。ああ、おしゃれですね。そうなんですよ、ちょっと気合いでも入れちゃって。何の動物をイメージしたんですか。動物、動物はイメージしてないですけどね。はい、すいません。何の虫をイメージにしたのとかはないんですよ。虫もイメージはしてなくて、はい、気合い入れるためにビシッと。それどこのメーカーですか。と、ココロブランドっつって。あ、おしゃれですね、ココロブランド。いつも通り今日も笑いをかっさばくかっつって、ここで気合い入れて。なるほどなるほど。いつも通り気合いをこうエンジンをかけるんですよね。はい、まずここみんなで喋って、メンバーで、メンバーで喋って、はい、ほんでエンジンかけていって、ほんで本番に向けて今から行くぞって。今日は生放送で何をするんですか。今日は、人生相談。やっぱ世の中に迷える子羊たちがいっぱいおるんで、はい、その子羊ちゃんたちに俺から優しいアドバイスを振ってかけるの。じゃあ魔法がかかったみたいに違う世界にいるみたい。どんな感じでやるのかやってみて、もうやっていいですか。振っとかける感じで。ああ、全然いいよ。はい。迷える子羊ちゃん。くそ臭い。え、全く臭くない。あ、ちょっとニンニク食っちゃったからかな。はい、今焼肉でね。では今日はその生配信の場所にあのカメラ突入しても大丈夫ですか。ああ、多分いけると思う。俺たちのブラザーたちは多分 OK 出してくれるから。あ、ではじゃあ行きましょうか。行こうか、とりあえず、はい、もう時間もねえから。はい、行きましょう。近くない。お疲れ様です。お疲れ、お疲れ。どうですか。どうした。気持ちは、今の気持ちは。まあ今の気持ちっていうか、まあ本番に向けて、はい、俺は自分の力を出すだけっていうか、もうすぐっすよね。もう始まる感じ。もう始まる感じなんで。笑い取るだけやろ。はい、俺からしたら別に簡単なことやし、はい、1+1 ぐらい簡単なことやし。はい、あられさんだけですもんね、間違えてんのは。1+1、答えは1って言ってないの、あの人だけやな。はい。まあでも本番前はようあれやな、喉通らすためにこれなんだな。喉通らすんすか。喉通らす、通すんじゃないですか。よっしゃ、どこや、どこや。マネージャー、はい、
もうパッて動けよお前も。すいません、ちょっと取ってきます。走れ、四足歩行でな。まあ紹介するわ、この辺みんな分からんから。裏側見たんやろ。はい、裏側見たいんですよね。はい、まあ、この辺は、まあ、いつもここで、まあ、リラックスとか、まあ、まったり本番のイメージトレーニングみたいなもんかな。なるほど、それを用するね。だからまあここがイメージトレーニング、はい、するだけ。あ、マネージャーありがとう。これをいつも飲んでるよね。でも深爪やから絶対開けれないよね。まあ、ピンク色が好きなんですね。ピンク色っていうか着色合色料が好き。珍しいですね。体に笑いもんが大好き。もうほんまに俺はこういうのが大好きで、はい、ちょっといつもね、こうほんま、まあ、映せるかな。はい、映ってる。映ってます。いつもこの夜景見ながら考えるから。まあ綺麗ですね。うん、東京を手に入れた気分になって、はい、あ、この見える夜景のおる人全員笑かしたろうと思う。今日はよろしくお願いします。今日はほんまにお願いします。開けて。はい、爪も取れてる。3つ4つ、ほら見てこの色、体に悪そうな色してるでしょ。この上がですか。うん。乾杯。はい、炭酸好きなんですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。あ、いつも通り。炭酸にうまいんですね。よだれ止まれへん、うますぎて。これ飲みながらイメージトレーニングして、今日どんな笑いを起こそう、どんな笑顔を起こそう、どんな捉えてるか。なあマネージャー、お前もらうね。で、これ本番も入ってくる。スタジオ見る。いや、いいですか。あ、スタジオまで見せてあるわ。ありがとうございます。これサボテンね。エマイ君みたいですね。そう、これ俺が置いていってたのだ。サハラ砂漠から持ってきたやつ。近ない。近ない。はい、すいません。ここスタジオね。いつもこの機材使ってやってる。あ、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すげえ。この機材を使って俺らはここが戦場になるわけよ。ここで笑いを取る戦いをしてるんですね、うん、あとこれもスタッフに言ってる。押しといてって。なんすかこれ。で、見てもらったら、ね、ポーキューを。お、これももう全部俺が細部までこだわってるかな。すごいですね、うん、この色の配色もそう。え、全部これ全部この色の配色はもう天動説やから。で、ちょっと、ではもう本番なんで失礼します。そうやな、本番がちょっと本番バッチかますかなと思って、うん、頑張っていき、それで今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、じゃあやったはい、ま、困ってること悩んでること何でも言ってくれたら、もう教えてガードマンでね、ツイートしてくれれば、山ちゃんが脱ぎます。はい、一枚ずつ一枚ずつ皮膚の皮も確定ではないけど、プレステ5プレゼントされるんで、みんなツイートしてくださいね。あのツイートした人全員にね、多分プレゼントされると思うんで。はい、それが人の指かです。なんで、あとそれが人の指かね。お悩みなんですけど。はい、言ってごらん。 MI 君とか、はいはい、ガードマン君みたいに、うん、例えボケあるじゃないですか。はいはいはい。たとえツッコミ、それ即興でやるにはどうしたらいいですか。自分の笑いを求めて、ネクストレボー、新しい笑いを自分で見つけて、ほんで気づいたら有名になって一緒にコラボしようや。はい。え、質問なんかある、相談が。俺のこと嫌い。その好きな人に振り向かせる方法を知りたいです。教えましょう。男性をイチコロで手のひらで踊らせろ。すいません。
この見える夜景におる人全員悪化したろうと思う。おいおいおい、ここは出るところかい。笑いとるだけやろ。はい、俺からしたら別に簡単なことやし、はい。では皆さんはね、最後まで見てくれた方ありがとうございます、はい。抽選でこれ当たるんでね、企画に協力してくれた方ありがとうございました。ではね、パパバイ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 。ほらいたお疲れ様でした。これいいどうでした。まあまあまあ自分出せたかな。なんかやっぱ仕事の裏を今日は見れてよかったです。でも俺の裏ってこんなもんよ。いつも気張ってなくて、はい、なんかラフな感じで撮れたらいいかなって、はい。おいカメラおろとれ。はい、うん、ラフな感じよ。だからいつも全然、はい、スタッフにも気配りして、はい、もう周りで一つでチームで作り上げるのが番組やから、はい、それだけ覚えといてほしい。サンキューな。お疲れ様でした。お疲れ。ありがとうございました。お疲れ。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ。ありがとうございました。ほんまにありがとう。ほんまにみんなよろしく。感謝します。やっぱやるときはやるんやなっていう。ああ、よかったよかった。ほんま、ありがとうみんな。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。なんで